一年越し、ついにゲット。はい、皆さんこんにちは、ももかあチャンネルです。はい、というわけで、ふなかせつ T シャツ着てます。まあ誰とやねんって感じなんですけども、ももかでございます、こんにちは。というわけで皆さん、去年の夏にめちゃめちゃ流行ったあのスイーツ覚えてますか？そう、ロールアイスでございます。まあ未だに私、本当のロールアイス食べたことありません。ということで、去年の夏に私が買いそびれたハピロールを今回やっと買いました。イエイ。なので今回は紹介したいと思います。それがこちらです。じゃーん、ハピロールタブレットです。で、こちら通常、まあ、最初の方は丸いやつだったんですけど、2っていうことで四角くタブレット型になってます。まあ、四角い方がやりやすそうですね。で、こちら皆さん気をつけてほしいんですけど、今回私 Amazon さんで買ったんですけど、3000円くらいで買えました。これがちょっと前までは、全く同じこちらのハッピーロールのタブレットが、なんと Amazon さんでね、1万円以上で売られてました。なのでね、結構去年の夏終わってからずっと欲しくてね、買えずに悩んでたんですけど、やっとね、正規の値段に落ち着いてきたので、今回は買っちゃいました。これね、皆さん、Amazon さんの仕組みなんですけど、世の中から在庫がなくなると、なんか転売屋さん的な人たちが、安く買ったやつでも高く売れるでしょ、みたいな感じで、元々の値段より高い値段で出品しだすんですよ。なのでね、メーカーが作ってない時期とかは値段が上がったりしますので、お気をつけてください。というわけで、ももかチャンネル、いろいろな意味で勉強になるチャンネル目指しております。というわけで早速開けていきます。これ有名な動画だと、ふくれなちゃんが、うちの大好きなふくれなちゃんが泣いてるサムネで、失敗したっていうね、サムネでね、あげてました。めちゃめちゃ可愛かったです。その動画で結構見た方多いんじゃないでしょうか。重っ。中には説明書と、取扱説明書とレシピと、このハピーロール本体。なんかこれ中にも元から水が入ってて、これ冷凍庫で凍らすやつですね。はい、こんな感じで説明書見てくれればわかると思うんですけど、まずこちらの本体を冷却面を下にして、冷凍庫に入れて10時間以上冷やしておきます。なめー。それでは今日のももか様登場終わりです。ありがとうございました。それでは明日のももかさん、ちょっと待ってください。じゃあこちらね、明日のももかさん今から呼ぼうと思うんですけど、こちらのハピーロールのベラをね、下の、まあブラジル人のももかさんにこう落とせばね、上から多分明日のももかさん降ってくると思うので、いきますね。明日のももかさん、おお、ありがとう。というわけで、しゃもじいただきます。というわけで次の日となりました。しっかりと本体冷やしておきました。で、早速ね、ハピロール作っていこうと思うんですけど、まあ、今回はまず最初なので、一番オーソドックスなバニラのロールアイス作っていきたいと思います。ちなみにこんな感じで丁寧にレシピもついてます。で、今回はここに載っているレシピ通りに作っていきます。いえ、今回使う材料は生クリーム 100cc、 牛乳 50cc、 卵黄2個分、そして砂糖大さじ2で、バニラエッセンス少々。ではまず最初に卵黄と砂糖をボウルに移します。まあすごい。そしてこちらをゴムベラで滑らかになるまでよく混ぜます。はい、こんな感じでいい感じに混ざったら、残りの材料を全部入れていきます。牛乳、生クリーム、そしてバニラエッセンス少々で、よく混ぜます。バニラのいい香り。この容器に移していきます。
本当はあのまんまで入れてもいいんですけど、まあ、私はちょっとこぼしたら怖いのでこっちに入れました。それではプレートを持っていきたいと思います。せーの、はい、というわけでこちらです。ここからは時間との勝負です。とりあえず流していきます。出します。これぐらい、全部は入れません。で、とりあえず伸ばします。もう固まってきてる、もう固まってきてる。伸ばします。早く固まってくるの。まあでも散々ね、去年動画見たんで任せてください。バッチリです。いいよいいよ、これいいんじゃない、良きだよね。いい感じじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？じゃあちょっとどれくらいの幅で切るかいきます。じゃあこうして。じゃあ念願のロールアイスいきます。せーの。ロールしていきます。大成功じゃない？うまくない？あ、ちょっと、よし、まあまあまあ、じゃあロールアイス入れていきます。こちらの容器に入れます。はい、とりあえずちょっとね、見栄えはちょっとねドケドケで変になっちゃったんですけど、こんな感じです。ちょっとね、お皿がでかすぎました。じゃあトッピングしていきます。ホイップクリームでね、この隙間なくしますね。いいんじゃない、いいんじゃない。次、いちご乗っけます。で、こちらのカラフルなチョコ、かわいい。というわけで人生初めてのロールアイス完成しました。ホイップクリームでなんとか隠しました。というわけでここからは時間勝負なので、もういただきます。油いただきます。おいしそう、うまっ。ちょっと待って、ちょっと一回食べさせてください。うまっ、やばい、大成功。ええ、びっくり。これゆっくり食べてると冷えたプレートがもう温まっちゃうので、ちょっともう一回できないか挑戦してみます。では続きましては、いちごも砕いていきます。もうザ・ロールアイスって感じ。いきます。できるかな。で、ここにいちご乗っけて、で、いい感じじゃない？でもやっぱり2回目はちょっと冷えるまでに時間がかかりますね。端っことか特に。じゃあ早速ロールしていきます。やっぱ2回目はダメですね。なに、私今ロールアイス作ってませんけど、今私ジェラート作ってるだけなんですけど、勘違いしないでくださいね。あー、なんか気持ちいい、これ取るの。まあ、コールドストーン的なことですね。それでは溶けないうちにジェラートにトッピングしていきます。黒のチョコレート入れます。
キャラメルソースかけます。はい、というわけでこんな感じでいちごのジェラート完成です。じゃあいただきます。おいしい、おいしい。うんまっ。うん、いちごが入ってるからさっぱりしてて美味しいね。うん、で今回これロールはできなかったんですけど、こんな感じでねロールアイス以外にもいろいろなレシピ載ってますので、すごいね、これはこれでめちゃめちゃありだと思います。なので最初にロールアイスを作って2回目にジェラートを作るって感じがいいと思います。うまいです。はい、というわけで今回は私の1年越しの夢、ハピロールタブレットでロールアイスを作ってみました。もう本当に楽しいしめちゃめちゃ美味しかったです。まあ、こちらねめちゃくちゃいいんですけど、一つだけ残念な点がありまして、1日冷やすじゃないですか。で作れるのが2回というね、しかも2回目はギリなのでね、まあそんなにたくさんは作れないんですけど、でも本当にね初めてロールアイスがくる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 って回ってった時は本当に感動的なので、ぜひねこれから暑い季節がねどんどん始まると思いますけど、自宅で本格的なひんやりスイーツが簡単にできちゃうので本当におすすめだと思います。気になる方は概要欄に Amazon さんのリンク貼っておきますので、ぜひ気になる方はそこからプイッと飛んでください。今の声何？プイッ。またね美味しいレシピが完成次第紹介したいと思います。今年の夏はこの子に大活躍してもらいたいと思います。それでは皆さんバイバーイ。ハッピーハッピーロール、ハッピーロール、ハリワニチャンネルです。イエイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。